それじゃあこのシースルーのビデオ、レクチャーをどうやって作っているか説明しましょう。原理は簡単です。これで見ているように左と右が逆になっています。ここでちゃんとした映像はここにあるんですが、右と左が逆転しています。だから左を指すとスライドの左が見えます。このやりここのシースルーは Mac の付属のフォトブーストのを作っています。これですね。 ただフォトブースのままだと大きさが変えられないんですね。大きさが変えられないので、ちょっとそれが困ったところなんですが、そ,ういうその時にこのデュプリケートウィンドウズ o っていうのを使ってます。どんなウィンドウも複製できるので。複製できたらそれを大きさを変えてしまいます。でかなり大きくしてスライドの上に来るようにしてました。 このフォトプースのままだとこういうのがあったり右の上と左の方までいかないですからね。で実際にはこんな感じで後ろの背景があるんですが背景差分をしてくり抜いてしまいます。おっとこうすると検出されてこれで真っ白な背景になります。 マイクはいいものを使ってないとちょっと音声が使えません。これはワイヤレスで飛ばせるマイクロフォンです。ワイヤレスで飛ばしてこ親機の方で受け取ります。使ってるシステムはこれです。オーディオテクニカのワイヤレスマイク。でそれを Mac に接続しているので、Mac に接続するためにこんなアンプを使っています。あこれ KV ですね。 でこ,のこういうマイクじゃなくてもタイピン用のマイクもあります、ここ見えますかね、タイピン用のマイクもあるのでどちらを使ってもいいんですが、まあ、ちょっと変えてみましょう。ああ聞こえますか、ちょっと音が違いますよね、でもまあ、これだとタイピンなので目立たなくていいです、これは必要ありません。 ちなみにこれ耳に引っ掛けるタイプなんですがっ耳に引っ掛けるだけだとブランブランとしてしまうのでここいつもセロテープで貼って止めてめます。向こうから見ると窓のカーテンが見えると思うんですがカーテンが開いてしまっていると日の光で全部背景差分がだめになってしまいます。 だからいつもやるときにはカーテンを閉めるか夜撮影してます、まあ、こんな感じで自分でレクチャーを撮ってみるときにはいろいろ工夫してみてください編集作業は大したことはしてませんここさっき撮った映像がありますよねそれを必要なところ必要なところはここですね最初で後ろもちょっとカットしてこれだけです これで終了で YouTube アップロードできます。忘れてほしい、忘れと困るのはこの解像度を変える,変えることです。720p にしておかないとものすごい容量が大きくなるの、ね、で、まあこれ、これで HD で撮ってます。画面収録はクイックタイムを使ってます。この今セレクトできないんですが、新規画面収録というのがあります。それから半透明にするのは A フロートっていうのを使ってます。A フロートにするとちょっと透明になりますね。もっとなります。 これのもう一つの用途は、ずっと上に待機させなきゃいけないので、ね、そのときにこうキープエプロートになると、ずっと上になります。こうするとスライドショーの間でも画面がず,ずっと上に出てきます。